皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、ココシャネルの言葉から、常識への嫌悪ということについてお話をしてみたいと思います。こちらの本の中にですね、シャネルの言葉として書かれている言葉が、秩序にはうんざりする、無秩序こそがラグジュアリーなのだという、なんとも素晴らしい言葉を書かれておりますが、私も非常識という言葉をよく使っているんですけれども、その気持ちに非常によく似た部分の、あの言葉だと思うんですよね。単純にラグジュアリーっていう言葉を辞書で引くと、贅沢とか、あとは高級感とか、そういう意味のお話になるんですけれども、シャネルが言ってる部分のラグジュアリーっていうのは、まあ、美とかそういう美意識の部分がありつつも、そのなんていうんですかね、常識への嫌悪っていうのをもともと持っていた人なので、社会の枠組みとかこういう常識だよっていうところに彼女をはめ込もうとする人たちに苛立ち、そして私の頭の中に秩序を押し込もうとする人々が嫌いというふうに彼女は言っていたらしいんですけれども、おそらく自由をすごく愛した人だったと思うんですよね。そうすると、秩序っていうのは確かに社会生活を営む上で必要なルール、最低限のルールっていうのはあると思うんですよ。だけれども、その自由に振る舞えることから発想の豊かさが生まれたり、それによって化学変化が起きたりとか、それによって人と人との絡みとかも思いもよらないものが生まれていくとかっていうことがもしもできるのであれば、無秩序こそラグジュアリーなんじゃないのかなというふうに思ったりするのは、私もすごく同意見です。ルールの中に自分をはめようとすると、自分もやはりね、窮屈になるんですよね。だから、そうですね、よくクライアントさんとお話ししてて、言葉を聞いた時に、私があれって思う時にお尋ねしてるんですけれどもね、こうしなければならないとか、なんとかしなくてはいけないんですとかっていう、ねばならないとかいけないっていう言葉を多発する方に対しては、なぜそう思うのかっていう話を聞いたりすることがあります。彼女の中ではしなくてはならないという脅迫観念というか、例えば妻はこうあるべきとか、子供に対してこう接するべきとか、そのべき論とかがあると、自分が本当はできないとかやりたくないとか思ってるのに、それをしようとするからねばならないっていう言葉を使うことになると思うんですよね。本来すごく楽しくね、それに向かってればねばならないってことはおそらく使わないはずなんですよね。だから、その何かをしなければならないっていう時には、なぜそれをしなければならないと思うんですかと私が聞くことがあります。そうすると、そんな質問をされるとは思わないわけですよね。だって本人はそうするのが当たり前と思っているからです。だけれども、一歩引いた目の、他人である私からお話をさせてもらうんだったら、必ずしもそうしなくてはならないというやり方でなくても問題を解決する方法はあるんじゃないっていう話になることがあります。だから、ご本人はそれしかないと思っている。だけれども、ちょっと引いた目で見ると、もうちょっと解決策だったりとか、やり方は何通りか方法が出てくる時があるんですね。でも一点集中すぎて、ここの間しか見えないと、その答えすら見えなくなってしまうという時があります。だから、枠組みの中に自分で自分をはめ込もうとすると、結果としてそこから身動きが取れなくなってしまうので、何かその自分が窮屈な気持ちを持って、ちょっと息苦しいな、辛いなと思ったら、一回自分が思っている概念を取り外したらいいと思うんですよね。そうすると、違った発想とかないアイデアが、ね、出てきたりします。そしてもう一つは、全て自分の力で解決しようとしないことですね。
誰かの力を借りれば案外簡単に解決できてしまうこととかもあったりするんですよね。私もここね非常に苦手なとこだったんですよ。最近はこの人に助けてもらったらうまくいくかもとかっていうのがだいぶこの上手になってきて、お願いをすることができるようになったのでいい感じなんですけれども、非常にね難しいんですよ、ここのところが。だから頼みにくい人の気持ちもすごくよくわかります。だけれどもその解決策が自分の枠組みの中以外にもしもあったら、素直に甘えたりお願いするっていうことができると、もっと世界が広がっていくので、まずは、常識っていうものを疑ってみる、無秩序こそラグジュアリーというこういう素敵な言葉もありますので、そんな観点から無秩序を愛してみてもいいんではなかろうかと思う今日この頃です。それでは。